フェン先生とドイツ語勉強しようのチャンネルへようこそ。まあタイトル言う通り、ここでちょっとドイツ語勉強しよう。実はドイツ語結構簡単だ。まあそんなに簡単じゃない。本当言えば結構難しい。でも日本にすごい役に立つことある。声はほとんどみんな英語勉強したことあるじゃん。じゃあドイツ語と英語結構似てるところがある。じゃあこれで私は時々英語ではどうだ、ドイツ語は結構そう似てるような説明をする。これで結構簡単になる。じゃあこれであのホームページに行って、あの教科書をダウンロードしてください。 PDF ファイルだ、ただです。スマホかなんかでも使える。これで一緒にドイツ語を勉強しよう。